水買ってくるわ。おう、うん、待ってて。はい、ヨシキさんが言ったので、このアルファフライは今日から僕のです。ダッシュでこぜ、どうも武田でございます。はい、ということで本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいたらもしかしたら分かるかもしれないんですけれども、手元見ていただいたら分かる通り今アルファフライ持ってます。今盗むなって。でも言ってたじゃん、アルファ2買った時にヨシキさんもうアルファいらないよって言って。それってさ、うん、カットしたかもしんねえ。俺カットすなお前。大事な証言を。大事な証言だからね、うん、というところで、短距離選手でアルファフライってかなり聞かないと思うんですよね。なんだけども、実はアクセル界隈であったり、まあ、僕の知り合いの方って結構これは強いよね。沖縄か風、短距離でも少し履いてる方がいます。よく言ってるんだけど、靴底スパイクが出てきたことによってそっちにこう合わせるようなシューズ、意味合いでも履いてる方多いんですけど、プラスもう一個あって、やっぱ短距離選手ね、今舗装ってすごい注目されてるというか必要なメニューだよねっていうところで、その店舗装するときに普通のシューズじゃきついんですよ。かといってスパイクでやってもボディコントロールができなくなったり、無駄な力が入ってしまうって時にカーボンが入った厚底シューズっていうのがすごい役に立ってます。なるほど、うん、大西団長もアルファフライで店舗層やることがあるみたい。ネクスト店舗ではよくやってるんですけど、僕もアルファフライでやったことなくて、今日ね店舗層できるんですよ、うん、簡単にできちゃうんだけど、あったらいいものだけど、短距離選手必要なものではないから、うん、このくらい楽になるし、このくらいスパイクに合わせられるよっていう意味で今回アルファフライを活用していこうかと。なるほど、思います。めちゃくちゃ頭いいっしょ。いや確かに、あのエアの部分というか、エアの独特な慣れっていうのはやっぱりこう何回も履いていかないと難しいところではあると思うからですね、理にはかなってると思う、うん、プラスやっぱり僕ネクスト店舗でずっと練習してるんですけど、めっちゃ楽にこなせるようになった。あー、やっぱそうなんだ、うん、206本っていうメニューあるんですけど、うん、30秒で3分理科とかじゃないとできなかったんだけど、ネクストテンポに変えた瞬間2分理科で28秒でいけるんですよね。素晴らしい、うん、もうねやっぱそんだけ弾むし、そんだけ進むシューズなんですよね。そう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 、感覚も良くなって、うん、ちゃんとボディコントロールもできてて、いいことしかないですよね。なのでそういう意味で活用するっていうのはありかな、うん、という、まあ、一つの皆さんの知識にしていただきたいなというところで、まあ今日スパイク禁止公園、はい、はい、スパイク禁止公園、そこで、まあ、1周 300m のトラックなので、ちょっと3-2-1回やっていこうかなと。ああ、なるほど、はい、2分理科ぐらいで気持ちよくやっていこうかなと思います、はいはい、それじゃあ YOSHIKI さん撮影よろしくお願いします。はい、頑張ってください。ダッシュで行こうぜ。どういう結び方してんの。知らん。でもアルファフライ割と長持ちするというか、はいはいはい、多分500から履く人は800ぐらいまでは全然多分使えるシューズなので。あ、そうなんだ。多分まだまだ使えると思います。まだ活用できる。うん、おおー素晴らしい。本当は2セットぐらいやりたかったんですけど、時間がないっていうのとアップができない、はいはいはい、ので 3-2-1 セットに今日なってます、うん、アルファフライの感覚確かめるって感じかな。うんうんうん、絶対楽、絶対楽、絶対楽。いや分かるよね。すげえ、すごいよね。まあ、今日なぜここにいるかというと、今日ヨシキさんとね、あのたくさんショート動画を撮りました。長い動画があんまり上がらなくなるかもしれない。今はねショートの時代だからっていうのもあるんだけど、はい、今月ヨシキ忙しくて、今月すごいね、お前あんま東京いないでしょ。いない。合宿遠征ゲストランナーみたいな。今月忙しいよ、ヨシキね。忙しい、で僕も試合2試合あるんで、ちょっと YouTube にがっつり回せないなってことで、ちょっとショートで、はい、で皆さん一切手は抜いていません、はい、っていう報告もしたかった。あ、なるほどね。そう、はい、イメージは15、14、13みたいな感じ。 100m のペースで見ててください。本当に15秒ってとこ見せます。ああ、なるほど。45秒ジャストで来るってこと。超ゆったり。ああ、はいはい、15秒ペースに見えないってことか。そう、俺前228秒でやったんだけど、うん、自分で見てビビった。ああ、本当よ。うん、よくなってる。さあ300いきます。5、ん、確かにこれはジョグしてますね。これで15秒だったら本当にすごくない？見て見て見て、めちゃくちゃゆったり。15秒なんだ。うん、さあ何秒でしょうか。本当に動きはねゆったり
スイ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 ぐらいで進んでましたね。今の俺のコールいる？何それ、今の何秒？43秒だね。全然15秒ペースより速い。嘘でしょ。いや本当に最初ジョグしてると思ったでしょ。うん、すごない？すごい。これね、アルファフライの凄さでもあるね。まあ周辺がすごいってのもあるけど、変わるんすよやっぱシューズで。うん、ノーアップで自分の体に悪影響なくこういける。うんうんうん、ちょっとこうラスト上げるっていうか維持させるためにちょっと頑張った感じ出ましたけど、うん、出てなかったけどね。それでこれなので、いや素晴らしい。楽するっていうよりかは、今までこう使えてなかった筋肉だったり、うん、今まで得られてない感覚っていうのを体が知るっていう意味ではめちゃくちゃありだと思います。うん、俺が言いたかったこと全部言ってくれた。あ、本当に。今日のところ終わんな終わんな。まだ200あるから、200、100。200、100行ってきますじゃん。うん、はい。え、もう？あと30秒ぐらい。あ、早っ。はーい。これ28なんか？本当に。めっちゃ遅いけど、遅く見えるけど、何秒だろう。はい、さあ何秒でしょうか。気になるタイムは今の何秒？26秒9。今の13秒ペースってこと？13秒だね。やば。まあラストはフリー、うん、フリーで、まあ、13ぐらい、うん、じゃあ行ってきます。はい、跳ねるのを抑えてる、なおかつしっかり気持ちよく進んでるって感じじゃない。もうアルファフライがもう跳ねすぎちゃってる感じが動きから伝わってきますね。まあこれはしっかり周平が地面を押せてる証拠ですね。地面を押した分アルファの反発が周平に返ってくる、まあそんなような動きでした。何秒？12秒6。はやー、俺の全力俺の全力なんだよな。練習ができた。ああ素晴らしいわ。パパッとできる。皆さんもね、ぜひ321、そしてアルファフライぜひ試してみてください。皆さんメルカリとかでいいんだよ、本当に。エアーにさ穴開けてなければ。ヨキさんも200キロ走ったって言ってるけど、全然俺は今恩恵もらって走れてるから、うん、全然あれでしょ、まだまだ使える感じでしょ。全然時と場合と、うん、どうしたいのか、うん、っていうのをもう一回自分の練習メニューの中で考えて、皆さんぜひ使ってほしいなと、はい、思います。はい、さあちょっと今日簡単な動画になっちゃいましたけど、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。